FNS 歌謡祭 2017FNS 歌謡祭第2夜の会場となる番組の生放送が行われたフジテレビ本社 FCG ビル 2017FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で2017年12月6日19時2328.12月13日19時23時28分に生放送された通算46回目の FNS 歌謡祭である 前々年、前年に引き続き、3年連続で、本年も当番組では2レーズとして2回に分けと生放送されることが、同年11月9日に番組ホームページで発表された。また、前年に引き続き、2週連続の放送となる。さらに、本年は、同局の平日深夜の報道番組、ザニュースアルファーが23時40分開始となったため、前年より、 放送時間をそれぞれ10分ずつ拡大して2週とも4時間28分の大長編となった。第1夜は例年通りの形式でグランドプリンスホテル新高菜は起点より12月6日19時23時28分に第2夜は富士テレビ特設スタジオより12月13日19時23時28分に生放送された。 夏季のスペシャル企画を含めた21個の見どころが設けられていた。夏季のスペシャル企画を含めた11個の見どころが設けられていた。その他、懐かしの名曲から春の最新の話題ヒット曲まで、今聴きたい楽曲ばかりを集め、夢のコラボ企画、追悼企画、人よ限りのバンド結成企画など数多くの企画が行われた。また、演歌勢は4年ぶりの出演となり、 石川さゆりが23年ぶりに出演した。12月6日の平均視聴率は13.6%で、また、瞬間最高視聴率は20、20.21、56、横山大輔と生田絵里花の共演で、ホールニューワールドを披露しているシーンとゆずと、三浦大地の共演で、たったを披露しているシーンで、16.9%だった。 12月13日の平均視聴率は11.1%で、また、瞬間最高視聴率は21、0.22、1.22、13、知念リナと、ニーツマセイコの共演で、夢破れて、ON マイオウムを披露しているシーンと、ヘイ、セイ、ジャンプがー、勇気100%を披露しているシーンと、モーニング娘。一期メンバーが、愛の種を披露しているシーンで、 13.6%だった。また、第1や第2やどちらも当番組限定で、司会の渡辺が出演するグーグルとのコラボ CM が制作されて、番組の随所で放送された。トップバッターでは、当番組では、宝塚歌劇団中組が初めて担当して、クリスマスソングメドレーの1曲目として、諸人こぞり手を披露した。大鳥では、特別企画。 後世に歌い継ぎたい日本の名曲として総勢16名の出演アーティストが担当して意図を披露した。第1夜のステージの最多出演者は嵐と宝塚歌劇団中組の新風寮母であり、それぞれ5曲に参加していた。番組序盤では番組恒例であるクリスマスソングメドレーが出演アーティストのカバーコラボレーションで披露された。番組のオープニング前に行われた。 番組前半では、作詞家、悪友のデビュー50周年の記念と、没1 0周年という二つの節目の特別企画として、悪が作詞を手掛けた楽曲のうち厳選された6曲を、出演アーティストのカバーコラボレーションで披露された。また、ニュースが番組初の試みで課題を出されて、ニュース。 ミュージカルイコールニューシテルとして自身の楽曲を披露する前に4人で考案されたミュージカルショーを披露した。番組中盤では嵐がユニバーサルスタジオジャパンの人気キャラクターミニオンとコラボレーションしてクリスマスソングと愛を叫べハピネスのクリスマスアレンジバージョンによる4曲の FNS 限定のクリスマススペシャルメドレーを披露した。番組後半ではめちゃにいけてる。 コードブルー、ブザービート、明日の約束、FNS27 時間テレビ、貴族探偵といった、フジテレビに縁のある各番組の楽曲のスペシャルメイドレーが、披露された。番組終盤では、近藤正彦が、ザ・アルフィーの高見沢俊彦、トキオの城島ュゲル、関ジャニエイトの丸山竜平、関ジャニエイトの大倉忠義、NMB48 の山本彩や 番組の音楽監督の武部聡氏と番組限定の人よ限りのスペシャルバンドを結成してミッドナイトシャッフルハイティングギの2曲のメドレーを披露された。また番組の随所で関ジャニエイトの全メンバー7人がソロでそれぞれ他のアーティストと共演した。横山博士は山崎育三郎と西川隆則との共演でまた会う日まで 渋谷スバルは15名の出演アーティストとの共演で、伊藤、村上慎吾は、ノブとの共演で、今、太陽に向かって咲く花、丸山隆平は、ジュジュとの共演で、言い訳い、西木戸良と、安田明夫は、谷村真嗣と、堀内孝夫との共演で、冬の稲妻、今はもう誰も、大倉忠義は、複数の出演アーティストとの共演で結成された。 近藤正彦ウィズ FNS マッチバンドで、ミッドナイトシャッフル、ハイティンブギを披露した。さらに、第一夜では関ジャニエイトも含めて、HKT48 の指原理の、AKB48 の渡辺真由、宝塚歌劇団中組の新風両母、Tokyo の永瀬智也、乃木坂46の生田恵里花、白石舞、V6 の坂本正幸。 井ノ原義彦といった各グループだけではなく、ソロでのパフォーマンスも多い番組構成だった。ジャニーズ事務所からは、近藤正彦、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐、ニュース、関ジャニエイト、亀メ山ヤマピーの8組が出演した。出演アーティストは全54組で、全70曲中36曲がコラボレーションで披露された。トップバッターでは、 アニメソング名曲メドレーの1曲目として、宇野ゆ子 AKB48 のコラボレーションで、サザエさんが披露された。大鳥では、司会である森高千里が、スペシャルメドレーの3曲目として、ハエ男が披露された。また、それぞれトップバッター、大鳥は、初めての担当である。第2夜のステージの最多出演者は、山崎育三郎であり、5曲に参加していた。 番組序盤では、今回の目玉となるスペシャル企画、アニメソング名曲メドレーの前編を、パート1として、サザエさん、ポケットモンスター、ワンピース、チビマルコちゃんといった各アニメ作品の主題歌を、歌唱している、本家アーティストと、ジャニーズグループ AKB48 グループ、坂道シリーズなどのコラボレーションのスペシャルメドレーで、披露された。番組のオープニング前に行われた。 番組前半では、もう一つの目玉となる、スペシャル企画、ミュージカル名曲メドレーの前編として、オペラ座の怪人、レント、美女と野獣といった各作品の主題歌や挿入歌を、出演アーティスト同士のカバーコラボレーションの、スペシャルメドレーで披露された。また、広島県出身のロックミュージシャン同士のセラマサノリと、吉川幸ジのコラボレーションによる、引き金、キスに打たれて眠りたい。 加藤ひふみとモーニング娘。17による異色コラボレーション、キャリーパミュパミュのユニバーサルスタジオジャパンのギネス世界記録のイリュージョンクリスマスツリーや巨大なプロジェクションマッピングでのスペシャルメドレーが披露された。番組中盤ではミュージカル名曲メドレーの後編としてミス・サイゴン、モーツァルト、レ・ミゼラブルといった各作品の主題歌や挿入歌を 出演アーティスト同士のカバーコラボレーションのスペシャルメドレーで披露された。また、ディズニー映画名曲メドレーとして、アナと雪の女王、リートル・マーメイド、アラジンといった各作品の主題歌や挿入歌を、出演アーティスト同士のカバーコラボレーションのスペシャルメドレーが披露された。さらに、T.M. レボリューションとアキラ100%による異色コラボレーションが披露された。番組後半では、 アニメソング名曲メドレーの後編をパート2として、新世紀、エヴァンゲリオン、ドラゴンボール Z、ドラゴンボール GT、ケモノフレンズ、キテレツ、大百科、忍ラン乱太郎、モンスターハンターストーリーズライドを演、鈴宮春日の憂鬱、ラブライブ、サンシャイン、といった各アニメ作品の主題歌を歌唱している、本家アーティストと、ジャニーズグループ AKB48 グループ、 坂道シリーズなどのコラボレーションやカバーのスペシャルメドレーで披露された。また、モーニング娘。一期メンバーが1999年の福田明日香のグループ卒業以来の18年ぶりに集結して、インディーズデビュー曲、愛の種をモーニング娘。結成20周年記念として披露された。番組終盤では、X ジャパンの都市と、 ゴールデンボンバーのキリュウイン流ョーの新旧ビジュアル系、バンドボーカル同士のインパクトコラボレーション、小木の木陽子とフェアリーズの同じ所属事務所同士の先輩後輩コラボレーション、福山雅春と森高千里のそれぞれのスペシャルメドレーが披露された。また、アニメソング名曲メドレーを盛り上げる特別ツイート企画として、FNS 歌謡祭に初出演で、 同企画にも参加している動物ビスケッツ PPP の FNS 歌謡祭オリジナル写真を投稿者全員にリプライされて番組放送中にツイッターで FNS 歌謡祭フォトとつけて番組や動物ビスケッツ PPP へのメッセージをつぶやくことで誰でもお宝写真をプレゼントされる企画が実施された写真の種類は全部で11種類あった第二夜では ルナシーのマヤモーニング娘。一期メンバーの石黒彩、山崎育三郎モーニング娘。一期メンバーの安部夏美、井上義夫知念リナという3組の夫婦が揃って番組に出演していた。ジャニーズ事務所からは、ヘイ・セイ・ジャンプキスマイフットツー、セクシ 2, ゾーン、ジャニーズウエストの4組が出演した。出演アーティストは全57組で、 全77曲中29曲がコラボレーションで披露された。なお、E-Girls は11人体制としては初の FNS 歌謡祭の出演となった。また、モーニング娘。17は同年12月11日に工藤遥がグループを卒業して13人体制として初の音楽番組及び FNS 歌謡祭の出演となった。 今年は、アキラ100%、アクア、石丸漢字、井上義夫、宇野優子、NGT48、大川光弘、奥田民夫、小野江松也、影山弘信、加藤ひ文北谷博士、今夏美、ザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブ、死者も、亀メ山ヤマピー、シーナ・リンゴ、セラ・マサノリ、高橋陽子、竹原ピストル、ディーン・藤岡動物ビスケッツ、PPP、 トシュル、ノブ、ビーズ、平野綾、松本リカ、三浦雄太郎、溝口はじめ、八木道、山崎育三郎、ゆか、横山大輔、和楽器バンド、ワニマの35組のアーティストが、FNS 歌謡祭に初出演した。第1夜、第2夜のどちらにも出演したアーティストは、AKB48、ニーツマセイコ、野木坂46、平手ゆりな、 西川貴則、山崎育三郎の6組。第1夜、第2夜合わせて、出演アーティストは106組、披露された楽曲は144曲、披露されたコラボレーションは65共演となった。第1夜、第2夜合わせたステージの最多出演者は、乃木坂46の育田恵里花であり、計8曲に参加していた。石川さゆりは年以来の年ぶり。 ケミストリー、東方新規、フェアリーズ、福山雅春、モーニング娘。一期メンバーの中澤優子、飯田香織は2011年以来の6年ぶり、知念里奈、モーニング娘。一期メンバーの石黒彩、福田明日香は1998年以来の19年ぶりの FNS 歌謡祭の出演となった。生き物係は2017年1月5日に放牧宣言と称して、 活動休止を発表し、出演を辞退。週末期言後の2019年に帰り咲きを果たしている。ディズニー映画、アラジンの主題歌、ホールニューワールドは、第1夜、第2夜のどちらも、それぞれ異なる、組み合わせのコラボレーションで披露された。また、今年は、第1夜では、ザ・アルフィー・ダチョウ・クラブ、第2夜では、T.M. レボリューション・アキラ100%といった第1夜、 第2夜どちらもアーティストお笑い芸人の異色コラボレーションが行われた番組内容だった。AKB48 の渡辺真由、小島雅子、峯岸みなみ、SKE48 の松井樹里奈、NMB48 のヤ倉ラ子、エ市川みより、山本さやか、大田優里、谷川愛里、村瀬さえ、山本彩 HKT48 の小玉遥、宮脇桜。 NGT48 の北原里秀、乃木坂46の伊藤真理香、伊古真理菜、若月由美、中田花、ケヤキ坂46の今泉助ケタ次第か、桃色クローバー Z の有安京化モーニング娘。17の小形春水、時キの山口達也、長瀬智也、関ジャニエイトの渋谷すばる、ヘイ、聖、ジャンプの岡本慶人にとって、最後の、 FNS 歌謡祭の出演となった。第1夜太し文字は、当年の NHK 第68回 NHK 紅白歌合戦に出場。50音順第2夜太し文字は、当年の NHK 第68回 NHK 紅白歌合戦に出場。50音順第1夜第2夜第1夜第2夜。ありがとうございます。